はい、こんばんちくわ。夜分恐れ入りめこ。今ね、夜中の、これちゃんと映ってるかね。もうなく夜中の0時5分前です。はい、何やっとんねんみたいな、何やってへん、何もやってへんわみたいな。はい、夜中のマックン、アホやじ、リピート、ダブルの月見バーガー、はい、ということで呼ばれます。コーラです。ゼロコーラ、ゼロ、これは自前です。やっぱ一人やったらね、いろいろ買うの恥ずかしい。ほんまはなんか月見バーガーのなんか月見なんやら、月見なんかアップルパイの月見バーガーみたいなやつとかね、月見バーガーちゃうわ、今日はね、なんか月見シェイクとかあるんやけど、一人はちょっと恥ずかしいって。はい、いただきます。2個で680円ということは、これ1個340円、ええー、ねえ、めちゃくちゃええね。で、2個注文して280円ですって聞こえてね、自分の耳で、お姉ちゃん280円ですって300円でしたら、お姉ちゃんはぁみたいな、680円ですけどみたいな。気づけよって話ね、自分でね、やっぱ3人ね、200回ってるわけないね、ここで。安定の線、いや、ライブまでね、マクドまではね、チャリンコで2、3分、まあ、3分までは十分に行くんですけど、ライブ行ってまあまあ大きいスーパーね、10分も乗れへんけど、10分ぐらい乗れへんね、6、7分、7、8分かかるんですね。スーパーまで行って、なんかもうこの時間でも当然残ってたらオール半額なんでね、それ狙おうかなと思ったけど、行って全部品切れしとったらね、ショックやからね、もう大体ハンバーグしました。安定のませけど、しょっぱい、めっちゃ、あの今ね、ちょっと、まあ、微妙に減量中なんですよ、そんなに思い切ってってないけど、塩分も極力取らないようにしとるんで、だからやっぱ塩分が抜けてきとるんで、めっちゃしょっぱい。待っとったらね、あの
ちょうど待ってたら女の子たちいうかお店の中が見えますやん。その向こう側がちょうどドライブスルーのね、僕渡し口っていうかな、見えるんですよ、この待ってるとこからね。ほんなら12時前の0時前か、もう私が行ったのはもっと15分ぐらい前なんですけど、もう車もうなドライブスルーいっぱい来てましたと言うて、そんなん見とったらね、ウーバーの兄ちゃんおっちゃんウーバーのおっちゃん来て、ウーバーイズですみたいな、いいこの時間までやってはるんや思って、で思わず声をかける私で、ほな声かけ思ったらもう一人ウーバー来て、二人ウーバー来て、で最初に来たおっちゃん兄ちゃん、もうおっちゃんやね、多分あれもうええ年ですよ、40代ぐらいの人、こんな時間でもやってはんねや、ってやってますよ、みたいな。けどもう、マクドナルドか、牛丼、吉野家ぐらいですわ、みたいな言うとったけどね。けど、それええな、思ってね、私もし自分ですんやったらね、この夜の気楽にしようかな、思ったりね。けど、ウーバー以外もやって、出前かもやってるんですかね。その、なんちゅうの、なんちゅうの、ウーバーイーツはなんか、単価の配達のね、報酬単価が300円やっちゅう話でね、300円はちょっとなんぼなんでもね、辛いですやん。それがなんか、やりようで普通に600円、700円になってなるいう話なんですけど、未だになんか300円やいう人もいとるんでね、300円言うたら 1時間2軒回っても600円ですよちょっとそれはね、なんぼなんでも600円やったらね、2軒回って1200円ですやん。まだねあれなんですけど、それどうなんでしょうね、みんな解決してはるんかな。私が今ちょこっとお手伝いしてるのはね、出前館なんですよ。だから通常でなんぼやろ、一軒走ってもう固定給いうかな、660円かなんぼやったんちゃうかな。ほんでそれにインセンティブみたいなのがついてね、ピークの時間やったら1点何倍とかね、だからピークの時間やったら大体800円から1000円ぐらいになるような、日によってなんか変わるみたいでね。それやったら値打ちありません。ピーク時やったら1時間2軒走れれば、前から1600円から2000円になるわけですよ。ほんならね、3時間頑張っても5、6000円になるわけですよ。それ休まんと頑張って15万になるわけですよ。1日3時間はですね。ということで、一回ね、これも勉強のためにね、夜中に注文したろうかなと思ってね、思いますわ。実際のこうやってね、お店まで買い行って買う値段と、ウーバーイーツ通して買う値段の違いが知りたいよね。若い子はそんな気にせえへんやろうけど、前言ったら実際のお店行ったら普通のハンバーガーやったら多分100円ですやん。これがウーバーイーツで頼んだら何ぼになってるかね。それとプラス配達料がいるわけでしょ、ね、まあ、そこも勉強しながら、はい、やっていきたいと思います。お前いつまで勉強しとんねん話やけどね勉強っちゅうか今お手伝いやね、フォロー、アシスト、無報酬です、ボランティアです、はい、っていうことで、あともう一個なんか読む、そうそう、これ、住宅保証共済会言うてね、はがき来てました。更新手続き完了の知らせ言うてね、こんなんもらうの私初めてちゃう、人生で。いつも遅れて払っとるから、上切れた。1年分8000円受けたまわりましたで。
家財保証200万円なんやら契約1000万円よう考えて私水漏れしたんね弁償してもうたらこっから出てるんじゃんよし今更やけどはいということで以上です。深夜から失礼しました。バイナラバイチャバイナラチャンネル登録お願いします。